はい、皆さん、こんにちは。木戸です。今、こういう状態ですね。ここに4つ家があったんだけど、それをもう全部、まあ1個残ってるけど、潰して、で、まあ、ここを全て地下室にしてやろうという、そういう魂胆でございます。丸石がちょっと足りない。で、逆に木材はいっぱいあるから、いっぱいってほどでもないな。ちょっと白樺で、今ね、村人の寝床がないんでね。 まあ、こことかもあるっちゃあるんだけど、ここがちょっとね、丸石足りない気がするな。こんな感じ。ちょっと村人もゴーレムも邪魔なんだけどな。丸石足りないね。そしてここも潰そう。より良いお家を。より良いお家を作ってあげるから、一回ごめんね。村人就寝ですか？ちょっとお先に俺も。雨が。雨が降ってきちゃったね。ちょっと物がいっぱいになってきたから、これを。めっちゃゴーレム溜まってる。ちょっと一回アイテム。
村人たちが不安そうに見つめてくる。大丈夫だって。あ、これシルクタッチじゃなかった。職業代も一回。これはどうしよう。ここに合わせるか。ベッドがちょっとね、邪魔だね。どうしよっかな。ここでまっすぐ区切っちゃって、こっちは埋めるか。いっそここも掘って、いや、さすがに広いか。さすがに広すぎる気がする。あれ、どっかにガラスがあった。ちょっとここまでにしよう。ここまでということで。おじさんたち埋まっちゃうよ。逃げないと埋まっちゃうよ。なんでおじさんたち動いてくれないの。よしよし。よしよし。
応柱になる部分。ゴーレムがめっちゃ溜まってる。これよろしくないな。ちょっと出入り口を、出入り口を散断しといてやろう。これでおじさんたちも出ていけるっしょ。ゴーレムも出ていけるかな。シャベルの待機位置が、足りるか、ギリギリ足りた、いや足りてないな、まだ。この辺がね、足りてないね。村人なんでそこを降りるかな。あ、まだ寝れない。ちょっと丸石が欲しいぞ。サトウキビが育ってる育ってるサトウキビも回収したいけど、丸石がない。丸石を回収しに行こう。ちょうど邪魔くさい お山があるんで、これを削っていきますかね。
できるだけ上から。てっぺんからちょっとずつ削っていきたい。あ、サトウキビ回収するんだった。忘れてた。こんなもんかな。とりあえずは。ああ、落っこちるとこだった。これはどっから登ってきたかいな。こうか。ただいま。さてでは、まず さすがにね、土とかだと。とはいえなんか嫌だから、床板大事だよね。
下手くそ。いや、までどんだけ建築してると思ってんだよ。そして村人がめっちゃ絡んでくる。村人が集会の時間になったぞ。今のうちだ。ちょっとゴーレムは邪魔くさいけど。木材は足りるかな？とりあえずの床板と、あと天井も張ってやりたいな。天井は白樺とかの方がいいかな。ちょっとこう、明るい感じがしていいよね、白樺だと。日が暮れてしまった。寝よ。本当ゴーレム邪魔だな。
はい、床板を OK。ちょっとゴーレムをお外に出そう。これはあまりにも邪魔くさい。これね、建築してる間にどんどん回収できるように。そうだ、ホッパーも足りてないんじゃん。そういえばここにホッパーがないんや。鉄も掘りに行かないとな。最近掘りに行くっていうのをしてないもんな。そういえば。ちゃんと回収できてる俺。とりあえずしまっとこう。で、ゴーレムさん、ちょっとこちらにいらっしゃってください。はい、ご苦労さんっす。君たちもちょっとこっち来なさい。あれ、もう一人どこ行った。頼むからもう降りてこないでくれ。はい、降りようとしない。この辺を守ってください。まあこれくらいはよしとしよう。ちょっと1階の床板が来る部分、1階の床が来る部分も丸石で、よし。で、床板を張ろう。床板はこうだな。ここが床板になる。天井低いかな。いや、天井低い気がすんな。もう一個上げるか。もう一個上げとこう。そしたら後々ね、俺のお家の方に高さ合わせることもできる。丸石もまだある。
床板を張ったけど、下もっと掘ってもよかったってことか。あんま天井を狭いっていうか低すぎるのは嫌だもんね。嫌だもんねって誰に言ってんだろう。俺が嫌だ。うん、こんな感じかな。さあここまで来たところで、まあこっからね、ここか、ここに天井というか、まあ1階の床板部分を作っていこうと思うんですが、今回ここまでですね。もう時間が、次回この続きからいこうと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。